で題名にもあると思うんですけど、もうこれ下ネタです。で、苦手な人はもう飛ばしててかもう見ないでください。でね、減量中で、まあ、性欲も全然追ってはないんですよ、むしろ上がってきたぐらいで。で、それに基づいてふと思い出したんですよ。そういえば俺高校の時にあんま友達とかにも行ってなくて、まあ、自分だけのこの武勇伝にしてるもんがあって、武勇伝っていうか分からんけど、全米が泣くか分からんけど、初めて近日初公開、いやまあ今から言うんですけど、でね、高校の高3かな、テスト週間の時に結構ね、もうまあ自分とかは自称進学校みたいな感じで早めに授業終わるんですよ。早めに授業終わって、あとは家で学習とか、まあ図書室で勉強する人もいて、もうもちろん俺は、まあ、家でゆっくり、まあ、ゲームとかしてたんですけど、その時にふと思ったんですよ。もうどうせ勉強もやらんのやったら一日何回できるかなって、一日何回できるかなって。そうでね、あれは高3の部活引退してすぐやったかな、期末テストぐらいか、午前中で終わったんですよ。その時は一日何回できるかなってことでやって、まあそっから、昼の1時ぐらいから夜の11時までに13回やったんですよね。13回、12時間で13回。これがね、誰にも言ってない、初めて言ったんですけど、まあ、それでね、すごい達成感、もうね、あの13回とかなってくると、もう出るもんも出ないわけですよ。出るもんも出んくて、もうほんまに痛い、あそこが痛すぎるけどここまでやったんなら後には引けないってことでやってましたね。あれは自分の中で未だかつて、もう今もう破られてない大記録です。12時間で13回、死ぬんちゃうかなと思って途中でね、すごい達成感にもう苛まれて、その時はぐっすり寝れたんですよ。あ、これも調子いいわって起きた時で、まあテストいざ受けてすごい手が進むわけですよ。なんか今日調子いいと思って、なんかどんどんペンが進むって。でまあ1週間後テスト結果返ってきて見たんですよ。何これと思って、5個も赤点、5個も赤点で、あとギリギリの教科全部ギリギリ30点とかけど、その時はね、やっぱりその12時間で13回ってやった達成感があるから嫌じゃないんですよ。よう頑張ったな。